グロームキーは、1930年代後半に建造されたソ連海軍のグネフヌイ級駆逐艦。レニングラードの造船所190号にて1936年4月29日に、寄港、1937年12月6日に、浸水、1938年12月31日に、収益した。バルチック艦隊に配属された後、 1939年初頭に八海バルト海運河経由で北方艦隊に転属した。フィンランドとの冬戦争中、同警官クローズヌイと共にペツァモ沖に嫌いを伏設した。1941年6月22日、ドイツのソ連侵攻であるバルバロッサ作戦が開始された際、グロー・ムキーはポリアルヌイを母校とした。 7月14日のドイツ軍によるムルマンスク攻略の際、同警官ストレミーテリヌイ及びグレメアシチーと共にザーパドナやリッツァ川川口の西側に上陸する部隊を援護した。9月10日から15日にかけてグロームキーと第一駆逐艦隊はイギリスのキライ付雪艦アドベンチャーから提供されたキライを用いてルイバチー半島沖に2つのキライ腹を付雪した。 10月20日から29日にかけて、グロームキーは、ザーパドナやリッツァ川近くのドイツ軍基地を砲撃した。11月14日、グロームキーとグレメアシチーは、イギリスの軽巡洋艦及び、駆逐艦2隻と合流し、ドイツが占領するノルウェイのバードを砲撃し、護送船団と合流してアルハンゲリスクまで護衛した。1942年1月に改装した後、グローズヌイと共に、 軽巡洋艦ナイジェリアを護衛し、2月20日に PQ11 戦団と合流したが、強い嵐のため気候を余儀なくされた。3月1日から4日にかけては、PQ8 戦団を援護したが悪天候により4名の乗組員が船外に投げ出され、さらに翌日には燃料切れとなり、グローズ縫いにより燃料を補給された。3月30日には大破した軽巡洋艦。 トリニダード特区艦エクリプスの戦団を護衛した。5月6日、非常に強い嵐により、甲板や選手の側面に亀裂が生じ、大きな損傷を負った。応急修理後、グロームキーは正式な修理を始めるために6月20日にセベロドビンスクに到着した。修理後、グロームキーは11月22日に嵐により、 沈没したソクルシーテリヌイの乗組員を救助したが、その際に再度船体に損傷を負った。最終日は11月29日から1943年に1月25日まで続いた。2月以降、グロームキーは、ムルマンスクとハッカイの間の護送船団を護衛した。3月27から28及び30日から31日に、かけてはバクー及び、グローズヌイと共に、 ノルウェー沿岸でドイツ軍の補給艦を迎撃しようとしたが失敗に終わった。その後 RA54 戦団、JW54A 戦団、RA55 戦団、JW56A 戦団、RA56 戦団、RA58 戦団などを護衛し、3月6日に赤旗勲章を受章した。戦後、 グロームきは1948年3月27日から1954年12月31日までの長期にわたる近代化を経て、1956年12月27日に試験戦 OS-3 として再配備された。その後1957年9月7日のノバヤゼムリャにて核実験の標的とされ、10月10日に沈没した。ありがとうございます。